皆さんこんにちは、倉田康明です。私はですね、もう本公演が34年間という膨大な長い期間を現役でやってるわけですけど、まあ24歳から本公演に飛び込んで、いろんなことあったんですけど、まあ今まで本公演をこう続けられる、また、呼んでいただける、その辺が非常にありがたいですね。ありがたいというか、これも私の生活かかってるものですから、ありがたいだけでは済まないんですけど、もっともっと体を鍛えて、あと10年ぐらいなんとか入れ歯をしながらアクションをしたいなっていうふうに考えてます。今回ファイナルファイトが DVD になるということで非常に喜んでるんですが、ファイナルファイトはですね、1986年に映画を作りたい。だけど普通の映画ではちょっと面白くないっていうか、ね、規模的にも難しいだろうからということで、スポンサーもいない自己資金でこう作ろうということになりましてね。それで最初にこの出てきたじゃないですか、ムキムキのヤンスーという、彼と香港でいろんなその企画の話を2人でこうしましてね。それで彼がジャン・クロード・バンダムのブラッドスポーツという映画で悪役で出たんですね。それでその時に、まあ、彼が言うのですよ、彼の話を信用すると、いや、ブラッドスポーツよりもっとお前が作った方がいいその格闘技の絵ができるよっていうことでね、本当だよねお前っていう話で2人でこうやったんですよ。でお前のヤンスーの役は何ていう役だったら、じゃあチョンリーってね、それ同じチョンリーらしいんですけど、それで自分でこう乗ってねやってましたよ。それでまあ実際にこう格闘技映画っていうのは難しい部分がありましたね。当時は CG もなくて、ワイヤーもほとんど使ってなかったですから、実際にできる俳優をどう探してるか、これが一番難しかったですね。それで、サイモン・ヤマという、まあ皆さんトゥームレーダー2なんかでこう、ね、ご覧になった俳優なんですけど、彼が新人の時なんですよ。それで、マトリックスのイーン・オー・ピンというアクション監督ね、私の友達なんですが、彼と香港で食事をしている時にサイモン・ヤンがこう来て、若いんですけどね、それで「あれ誰だ?」って言ったら「新人なんだあいつ」って言うんでね、「ああそう、あいつじゃあ今度映画も使えないから俺の映画に」って言ったら「話してみろ」っていうことで話したんですけど、まあ実際その当時サイモンはカンフーはあんまりできないんですね。できないから俺あんまり出たくないって言うんですけど、まあ吹き替え使うから、とにかく出てくれっていうことで、ね、それでギャッツーと2人で出演交渉しながら、サイモン・ヤムに出てもらったわけですよ。それが1988年でしたね。最初、日本ロケ、ラストシーンを日本で撮ったんですけども、スタジオにこうリングを作りましてね、これでお客さんを入れて、まあ、構想は良かったんですけど、そのお客さんをね集めるのが一番苦労しましたね。大体最初はね、もう70代80代ぐらい のおじいちゃんおばあちゃんが100人ぐらい集まってくれたんですよ。そしたらヤンスーがね、おいおい、いくら集まってもらったってこれじゃちょっとダメなんじゃないか、あまりお客さんが年取っててこうやっててもダメなんじゃないのって言うんで、それもそうだよなって言うんでね、じゃあその変えてもらいましてね、とにかく若い人を200人ぐらい集めてくれということで、日本で300人ぐらい集めましたよね。これ何やるんだこの映画はっていうんで、こう興味半分にこう出てくれたエキストラの方がいるんですが、実際にそのセリフも英語だし、なんだもう一日中座ってたんで飽きちゃうんだ。そのうち300人のうち200人ぐらいはもう15時間ぐらい過ぎるといなくなっちゃうんですよ。ですからこのね、試合をしてる後ろにエキストラの方は座ってないとおかしいんですから、こっちに座ってる人は「はい、こっちって移動してもらってね、で人数をもっとこうためて撮影したりして、
実際手前でやる撮影よりもバックグラウンドで映るそのエキストラの方の方が難しかったですね。それを2週間日本で撮って今回乗り込んでいったわけですよ。私もその映画出てるのは 何十本と出てましたけど、自分で映画を作るのは初めてですから、こんなにトラブルのかなっていうぐらい、もう毎日毎日トラブルの連続ですよね。ある時ある俳優が来てないとかね、ある時ある俳優が出っ張ってるとか、ほんでさあじゃあさ撮影しようよ、元あの街の中にあのねこう黒社会の人が出てきちゃったりして、こういうキャメラの前に立って撮影させなかったりしてね、そういうのもこう排除しながら撮影したもんですから、まあ大変な苦労をして、それで映画出来上がって、最初にこれはあの天皇陛下がご崩御ですかされた平成元年、1月の15日私はね覚えてます、ロサンゼルス映画祭っていうところへマーケティングに持ってきましてね、そしたら意外と評判が良くてね、もうロサンゼルス映画祭で20カ国ぐらい売れたんですね。おこの辺はいいじゃないかっていうんで、これトータルは世界35カ国で売れて、もう映画ってそんな難しくないんじゃないかと思ったんですよ。でもその後はなかなか続かないんです。映画はね、その一発はいいんですけど、続かせることって大変なことなんですよ。それで延々ともう10年以上映画を作らないで、3年前ですか、2年前ですね、今度は中国万里の長城とか紫禁城バックにイエロードラゴンというね、これは薬をの飲むと超人的なその能力が出てくる、もうジャンプも10メートルぐらい薬飲んだらジャンプしちゃうみたいな、そういう薬がないかなっていう僕の発案なんですけど、それをこう飲むことによって動きが俊敏になる、そういうアクション映画なんですけど、それを作ってきました。まあこれは CG を使ったりいろいろしたんですが、これも撮影はね中国で2ヶ月半北京でね、これも毎日難航しましたけど、まあなんとなくなんとか映画にして今世界に売り出そうとしてるところですけど、そうですね、やっぱり私はこう今50歳ですけども、やっぱり映画作ることに燃えてますね。ただね、皆さんね、映画作るってこう簡単におっしゃいますけど、一番大事なのがねスタッフとお金なんですよ。いくらいいアイデアがあってもお金がないとできないし、そういう面ではもっともっと映画が盛んになって投資の方がたくさんいらしてくれて、それで総合芸術の映画というものがもっともっと浸透していくと、日本の映画ももっとレベルが上がるんじゃないかなということで、まあ、そういう意味では私の小資本ながら作ったそのファイナルファイト、ぜひ皆さん、DVD で、買ってください、見てください、私の